コミコミ、ひじきも食べて。いやー、味気ない病院食も君たちに食べさせてもらうと実に美味だよ。私の専属にしてもらってよかった。私たちもコミコミのお世話ができて嬉しかったです。もうすぐ退院と思うと寂しい。君たち私のプライベートナースとしてうちに来たまえよ。退院後の経過が心配なんだねえ。今いくらもらってるの言ってごらん、ねえ言ってごらんよ、ねえ、コミカド先生、例のお相手が見えました。会議室へ来ていただけますか。前泉君、用意はできたか。これ何ですか。コミカド先生の総会審です。だからこれ何なんですか。やってみたかったんだ。奥さんの話を聞いてさ、俺は涙が止まらなかったよ。こんなひどい話があるのかと思ったね。かわいそうに。中原さんの死因は持病による心不全で、手は潰しが。おいおい、寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ。あんたらが薬を入れた途端容態が急変したんだ。明らかに医療過誤だろ。医療過誤、あんたじゃ話になんねえ。院長呼んでこい。院長は学会に出席しておりまして。じゃあ俺と話ができるやつを連れてこい。ご意見は受けたまわりました。裁判を望まれるのであればどうぞ法的手続きをお取りください。へえ、偉く威勢がいいな。裁判になって困るのはあんたら病院じゃねえのか。いいえ、何事もうやむやにするのはよくありません。白黒つけましょう。私もそろそろ大きい裁判をやりたいと思っていたところなんです。腕がなまってしまわないように。申し遅れました。私、当院の顧問弁護士をしておりますコミカド法律事務所のコミカド健介と申します。前泉真子です。コミカド、あのコミカド健介。あのとはどのことが分かりませんが、例えば安藤キバの死刑判決をひっくり返したコミカド健介ならこの私です。なんだよ、医者のふりして騙すなんてずりな。騙すなんてとんでもない。これは私服ですね。二人ともたまたま白が好きなので。別に何が何でも裁判ってわけじゃなくてよ、そっちがそれなりの誠意を見せてくれさえすれば。誠意ですか。いかがですか広瀬先生。申し訳ありませんが、医療に不足の事態はつきものです。特別な対応をするわけにはいきません。それじゃああまりにも気の毒だ。立ち飲み屋ででも一杯やってください。遠慮することはない。